上市町西田美術館で開催されている人形展大子来魂。日本の古い着物をはじめ、インド、アフリカなどさまざまな国の布やビーズを身につけた独創的な人形たちが展示されています。制作したのは魚津市に工房を構える人形作家松本雅子さんです。以前はさまざまなお店のウィンドウを飾るデザイナーでした。限られたスペースでのデザインより人形作りの方が自分らしさを表現できると、以来30年以上にわたり制作を続けています。松本さんの人形作りには設計図はありません。大量にある素材を直感で組み合わせていきます。いろんなもののこう調和ですかね。全然異質なもので、違う国のものでも結構色合いが似てたりとか、あの組み合わせることによってなんか新しい感じが、あ、これだみたいなのが。作品展は1989年の東京銀座の個展を皮切りに日本各地で開催。松本さんは作品を通して古いか新しいかという基準ではなく、見た人自身がどう思うか考えるきっかけになってほしいと考えています。もう自分で答え決めてしまって、そこに向かって進むのって途中でしんどくなったりすると思うんで、こうやって寄り道してって結局違うところに着いたとしても、それはそれでいいっていうか、あのそれぞれに生かし方があるっていうか、あのゴミみたいなもんでもなんか生かしようによってはまたあのつながっていくっていうか。古いものを捨ててしまうのではなく、手を加えることで新たによみがえらせる。松本さんの人形作りは世界の距離も時間も超え、これからも無限に広がります。